ちょっとしたきっかけが未来へ紡ぐ初めの一歩に、幸せの種。今回幸せの種をまいているのは、永田町にある新感覚フレンチレストランヌー東京。僕たちのレストランはオールサステナブルを目指して、料理だけでなくお皿やカトラリー、ナフキン、おしぼり、壁や内装にもこだわっています。店内の壁は解体した古い蔵の土を伝統的な左官工法でリユース。さらに国産の木材を原型のまま加工するなど、至る所がサスティナブル。僕たちのレストランにはメニューがありません。その代わりにこの QR コードを読み込んでいただきまして、食材の名前を映し出していただきます。駆除対象の動物を使ったジビエや有機野菜料理は素材次第で毎日変わるため、まさに一期一会。食を通して社会課題に向き合うレストランの幸せの種とは？生産者さんと出会って、土のこと、健康のこと、どういうことを伝えていったらいいのか知ったことによって、次の世代に地球を残していくっていうことを考えるようになった。食の和を意識し、生産者の思いを一皿に。レストランが未来に咲かせたい夢。レストランなので、美味しいをまずモットーには作っているんですけれども、お客さんにその僕たちがやってること、少しでも伝わって、それを持ち帰ってもらって、次の世代、子どもたちに何かこう残していけるような取り組みができたらいいなと思ってます。一皿に込められた自然と未来への思い、あなたの幸せの種は今どこに？